今日は聖書の中のヨハネ4章1節から42節にある井戸のそばでキリストと出会ったサマリアの女性の話の中から、イエス様が実践された個人に対しての具体的な伝道方法をご一緒に確認していきたいと思います。まずこのヨハネ4章の中に表されているキリストの伝道方法のキーワードとなるものを主に4つ挙げてみたいと思います。まず1つ目、相手の前にへりくだる心。2つ目、悪より先に善。3つ目、耳に痛い話を優しく語る。そして最後4つ目、愛は待つ。まず1番から見ていきたいと思いますが、当時サマリア人とユダヤ人はそれぞれに敵意を抱いていて、なるべくお互い関わり合いを持たないようにしていたようでした。ユダヤ人指導者であるラビたちによって、お互い必要最低限の取引以外は関わらないように指導されていました。そんな民族間の背景の中、サマリアをお通りになったユダヤ人であるイエス様は、喉が渇き井戸に立ち寄られ、そこに水を汲みに来た一人のサマリア女性に声をかけます。水を飲ませてください。このキリストの第一声がサマリア女性の心に投げかけられた時、彼女は自分の耳を疑って驚いてこう尋ねました。あなたはユダヤ人でありながら、どうしてサマリアの女の私に飲ませてくれとおっしゃるのですか？お互いに敵対している国の人間同士が交わるためには、まずどちらかが歩み寄るときに対話への第一歩がスタートできます。イエス様は謙遜で自己の立場に固執されるお方ではなかったので、率先してサマリア女性の前にへりくだられ、水を飲ませてとお願いをすることで、彼女に対して友好的であるということをまずお示しになり、サマリア女性の心の中の鍵をそっと外されたのでした。ここにイエス様のご品性を垣間見ることができます。決して正しいことが一体何かということをあなたに教えてあげましょうというような態度で会話をスタートしたのではなかったのですね。次に2番目は、悪より先に善ということですが、イエス様はサマリア女性の、ユダヤ人のあなたがなぜサマリアの女の私に飲ませてくれと言うんですかという質問に、もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれと言った者が誰であるか知っていたならば、あなた方の方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろうと答えられましたが、これは言葉だけ見ればなんだかイエス様がすごく上から目線の高飛車な発言をしているかのようにも見えますが、そうではないことがこの先の流れを追っていくとわかるかと思います。サマリア女性はイエス様のこのお言葉の真意についてすぐに理解することはできませんでしたが、イエス様のおっしゃった生ける水という一つの言葉に引きつけられて、その生ける水はどこにあるのですかと質問をさらに続けます。サマリア女性の警戒心は彼女の気づかないうちに見事に解かれ、ユダヤ人とサマリア人という境界線を越えて普通に今や会話をしています。このようにイエス様はサマリア女性の興味を引き出すように、生ける水というキーワードを用いて会話を切り出し、女性の方からイエス様の話をもっと聞きたいと思うように導かれました。決してイエス様の方から真理を押し付けたのではなく、彼女の求める気持ちをうまく引き出されたのでした。イエス様は決して土足で人の心に入ってくることをなされませんでした。クリスチャン生活が長かったり、
学ぶことが好きな人や高い聖書的理解を持っているとされている人たちは、そうではない人々に対して、あなたの理解は間違っているから、私が習った正しい理解や認識を教えてあげましょうと、開口一番に相手の聖書理解の間違いの指摘から入ったり、自分の理解を相手に認めさせようと長々と議論に持ち込むようなこともあるかもしれません。しかし、そのような方法では相手は心を開くどころかいじけてしまったり、時には憤慨し心を固く閉ざし敵対心を表してくるかもしれません。相違点について先に切り出せば、早々と心のシャッターを下ろされてしまい、伝道はおろか拒否感を持たれてしまいます。そうなると再び相手と接触することは難しくなってしまうかもしれません。イエス様の場合は、生ける水という福音、恵みを先に提示されました。さて、このイエス様の知恵に富んだ愛のコミュニケーション術によって、サマリア女性の心はこの生ける水についてもっと話を聞きたい、知りたい、それを得たいというところまで導かれましたが、イエス様はそこで3番目の法則である、耳に痛い話を優しく語るという段階に移られました。イエス様はサマリア女性におもむろにこう言います。あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさい。女性は、私には夫はいませんと言って、このことに関する話をこれ以上続けてほしくないという態度を表しました。しかしイエス様は、夫がいないというのはもっともだ。あなたには5人の夫があったが、今のはあなたの夫ではない。あなたの言葉の通りである、と彼女が明かさなかった秘密を表されました。イエス様のこのお言葉から、サマリア女性は訳あり女性だったことがわかります。彼女は秘密にしている自分の罪の生活をすべて知っておられるこのお方は一体どなただろうかと非常に心が揺さぶられます。彼女の両親にイエス様のお言葉の一石が投じられ、心が波立ったことでしょう。しかし、この女性はまだこの話に向き合う心の準備がありませんでした。話をすり替えるためにユダヤ人とサマリア人との間で論争となっていた礼拝の場所についての疑問をイエス様に投げかけましたが、そんな彼女に対してイエス様は話をはぐらかした彼女を注意することはなさりませんでした。ユダヤ人とサマリア人との関係については、預言者エズラの時代にエルサレム再建命令の際に、サマリア人がユダヤ人と一緒に再建に携わりたいと申し出た時に断られたところから、お互いに深い溝が生まれていました。ユダヤ人のみが再建に携わるという計画は神様の御心でしたが、サマリアの人々は断られた恨みが王を引き、エルサレムの神殿に対抗してゲリジム山に自分たちの神殿を建てて礼拝しましたが、偶像礼拝もそこには混ぜ合わされていたようでした。イエス様はサマリア女性に対して、女よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方がこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである、と。救いがユダヤ人によってもたらされるとはっきりと告げられます。そしてさらに、しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父は
このような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。と、礼拝をする場所はどこが正解であるかとか、サマリア人とユダヤ人のどちらが正しいのかということに焦点を当てて長々と語ることよりも、ただ誠の霊をもって神を礼拝することを第一としなさいという本質に触れられ、今そのようにしませんかと投げかけられたのです。形式主義のパリサイ的精神でも偶像礼拝でもない、今あなたの目の前にいる救い主によって新しく生まれ誠の礼拝を捧げなさいと、本質について静かに優しくお答えになったのです。そしてイエス様は彼女の罪の生活を言い当てられましたが、その罪の生活のどことどこが間違っていて、あなたはこことそこを直すべきですという切り口からではなく、イエス様のご品性に触れたサマリア女性が自ら自分の生き方や罪について顧みるようにと、実に知恵と配慮に満ちた方法を取られるのでした。実際彼女はイエス様から罪の生活を言い当てられて憤慨して井戸から立ち去ったとは聖書に書かれていません。またイエス様が彼女に生ける水をお与えになる前に、彼女は自分の罪とそれを解決してくださる方が目の前におられるイエス・キリストであることを認めることが必要だったことから、イエス様は彼女の罪を示されたのでした。それはいつもイエス様の方法でした。許しや癒し、恵みを与える前に、その人が本当に義に対して飢え渇いているのか、罪から自由になりたいと叫んでいるのかどうか把握なさいました。そのためには彼らの心の中をしっかりとご覧になられたのです。しかしそこには相手の罪を暴露して裁く精神は一かけらもありませんでした。イエス様の目的は相手を吊るし上げることでもなく、論破することでもなく、ただご自分の元へと引き寄せることだけでした。そうなるためには傷つきやすく怒りやすい人の心をとても丁寧に扱いつつも、事実においてははっきりと指し示されたのでした。最後の4つ目のキーワードである愛は待つは、この話のイエス様の言動すべてに表されています。イエス様はサマリア女性の間違った罪の生活について会話を始めることをせずに待ちました。イエス様はサマリア女性が罪の生活を示されて話をそらすことを咎めず、彼女の話に付き合いました。イエス様は彼女の心が罪を認め、目の前にいるユダヤ人が予言されていた救い主であることを認めるまで待ちました。愛は待つのです。弱い魂が罪を認め、心が変えられていくことを願いながらじっと待つのです。人の心が変わっていくのに必要な時間や変化に付き合うことができるのです。そして聖書の中のいろんな場面でイエス様自らが近づいていって語りかけた人々がいます。それらの人々はまだ罪の中にありながらも、その生活の中で渇きを覚えて、そこから救い出してくれる誰かを求めていた魂ばかりです。ザーカイやガダラの狂人の話がそうではないでしょうか。サマリア女性もそうでした。義なるものが何か見出せていなくても、自分の中にはない義を求めている魂のことをイエス様は先に把握なさっておられるのです。
それとは対照的に多くの知識を持っていてもキリストの必要性や自分の罪深さを固くなに認めず、キリストの上げ足を取ることばかりを狙って後を追い回していたユダヤ人ラビたちに対しては、イエス様は無視したり存在な態度を取ることはされなくても、彼らに積極的に真理を語ることはなさりませんでした。真理を伝えても、それをあえて何度でも拒む人々には、悲しみながらもそれが彼らの選びとしてある意味尊重されたのです。そういう彼らの心の中にも、イエス様は正義を振りかざして踏み込むことはなされなかったのです。サマリア女性は最後に目の前のユダヤ人をイエス・キリストであるとはっきりと認め告白し、喜びに満たされて仲間の人々にイエス様のことを伝えに出ていきました。すべての根底に愛があふれておられるイエス様のお心が私たちのものとなりますように、その心で家族や人々に接することができますようにと、共に祈り求めてまいりましょう。